チェコスロバキアのオブジナ内相を歓迎する、リッケル内相、エイリッヒ・ミールケ国家保安相、エイリッヒ・ホーネッカー国家評議会議長、フリードリヒ・リッケルは、ドイツの政治家、警察官僚。1963年から1989年まで、ドイツ民主共和国で内相を務めた。フォービンケルに生まれる。国民学校を卒業後、 1928年から1931年まで中近郊の職業訓練を受ける。1928年にドイツ共産主義青年同盟に加入し、1931年にドイツ共産党に入党。1932年には赤色救護会及び赤色戦線選手同盟に参加。ナチスにより1933年にドイツで 共産党が非合法化された後も地下活動を行い、二度逮捕された。1935年からは、フランス、スペイン内戦に第1子国際旅団、テールマン大隊の中隊長として従軍。1937年に特殊訓練を受けるため、モスクワに赴き、ソビエト連邦参謀本部上報総局のエージェントとして、フィンランドと上海で活動した。 1943年に日本軍に逮捕され、懲役刑を受けた。第二次世界大戦後の1946年にドイツに戻り、ライプツヒでドイツ人民警察所長を務める。高等警察学校で学んだ後、1953年まで平英人民警察教育総局政治、文化学校司令官を務める。1956年まで表彰として、 平営人民警察政治総局長。同年、東ドイツが再軍備した後国家人民軍少将に転じる。九百五十六年から九百五十八年まで軍スポーツ協会、前身の総裁。九百五十七年にドイツ体操スポーツ連盟委員を務める。九百五十七年から九百五十九年まで、モスクワのソビエート連邦参謀アカデミーに留学し、 軍事学士号を取得。1959年、ドイツ中流ソ連軍参謀部でドイツ側、上駐連絡官に就任。1961年8月、国家防衛評議会参謀となり、ベルリンの壁建設に従事。1963年10月に中将に昇進し、カール・マロンの公認として、内務大臣及び、ドイツ人民警察長官を務め。 1976年までは民間防衛長官を兼任した。1965年大将に昇進。1967年から1989年まで SED 中央政治局委員及び人民議会議員を兼任した。1984年には東ドイツで5人しかいない上級大将に昇進した。ベルリンの壁崩壊及び ドイツ再統一後の1993年にベルリンで死去した。ホーネッカー国家評議会議長からシャルンホルスト勲章を受けるリッケル内相、ミールケ国家保安賞、カール・ハインツ・ホフマン国防賞。ありがとうございます。